皆さんこんにちは。東京マルチカルチャーチャーチの牧師原田元道です。今日は6月の28日火曜日。タイトルは「神を求めて礼拝する者栄光の王が来てくださる人生。聖書箇所は詩篇の24篇1節から10節となっております。詩篇 二十四編、一節から十節。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主が海に地のもといを据え、川の上にそれを固く建てられたからだ。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる見舞いに建てるのか、 手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しい者に向けず、偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を死体求める人々である。セラ、ンよ、 お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、あがれ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある種。戦いに力ある種。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊、あがれ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王。 それは誰か万軍の主この方こそ栄光の王セラ皆さんはなぜ日曜日に教会に集まって礼拝をするのかということを考えたことがあるでしょうかそもそも礼拝とは一体どのようなものなのでしょうか教会に行って賛美歌を歌いまたお祈りをして説教を聞いて献金をする といった行為、そのものが礼拝というわけではありません。ま礼拝とはについてま様々な表現があります。けれども、ま1つの表現としては礼拝というのは私たち人間に対して愛と恵みと憐れみを示してくださった神様に対し、畏敬の念を持って従順に従うことということが言えます。大事なのは表面的な行いではなくて。 内側の心の部分、特に神様に対して畏敬の念と従順さを持って使えることができるかどうかです。とは言われてもですね。ただ、神様に畏敬の念を持って、恐れ敬って従いなさいと言われても、なかなか実行するのは難しいものだと思います。そのために、聖書は、神様がどのようなお方であって、また私たちに何をしてくださったのか、ということを教えてくれております。 今日の聖書箇所を通して神様がどのようなお方でやって、また私たちに何をしてくださったのかということを一緒に見ていきたいと思います。まず二十四篇の一節をお読みいたします。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。ここで詩編の作者ダビデは大地ですね。また世界、海、空、まあすべての万物は 神様によって作られてまたその中に生きているものすべては神様のものであるというふうに言っております。まあ、続けて2節で、まあ、その理由ですねが述べられておりますけれども主が海ににに地のもとよすのといを川上それれ固くててららたかだううふうに言っておりますここで「海」という表現がありますが、まあ、聖書の中でこの「海」という表現は混沌を示すという言葉としても出てきます。 でですので神様はその混沌とした状況に秩序をもたらしてくださるそのような作り主であるそのようなお方が全て天地万物を秩序立てて作ってくださったから全ては死のものであるというふうに言えることができます。そのような作り主である神様を私たちが賛美するわけですけれども,でも誰でもですね賛美してよいというわけにはいっておりません。 実際にどのような人が賛美できるのか礼拝できるのかについて4節と5節に説明があります4節でダビデは言っています手が清く心の澄んだ人その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人その人は主から祝福を受け自分の救いの神から義を受けるここで手が清く心の澄んだ人 それが三節からの続きですけれどもそのような人々が聖なる見舞い神様の見舞いに立って礼拝することができるという話にがつながっておりますこの手が清く心の澄んだ人という人はある意味身も心も清い人とも言えますけれども具体的にはその魂を虚しいものに向けていない人また偽りの誓いをしない人でもありますそれはこの虚しいもの というのが偶像というのを意味しておりますのであるいは神様以外の虚しいものに目を向けない身も心も神様に捧げている人そのような人々が神の御前に立つこととができると言えますまた六説にはその身も心も神に捧げる人というのは神様を求める人々でありまた神様の御顔を慕い求める人々でもあるということが語られております。 そのように虚しいもの偶像に目を向けることなく身も心も神様に捧げる時にそのような人々は神様から祝福を受けまた救いの神から義神様の正しさを受けることができるというふうにダビデは歌っております。ここれれは今ののの私たたちちに例えてて言うならばです、ね、自分たちのこれまでの人生を悔い改めて 自分中心の生き方ではなくて神様中心の生き方に目覚め心を改めて身も心も神様に捧げる生き方そのような時に神様から神の義を与えられるというふうに考えることができますそのような人々は神様の見舞いに立って礼拝するだけではなくてこれから来たるべき栄光ある種 るイエス・スキリストを待ち望むということとも続く節節かららに語られていると理解ができますここに栄光の王という表現がたくさん出てきておりますけれどもその栄光の王というのは誰であるかですが8節には強く力ある主戦いに力ある主とありまた10節には万軍の主というふうに説明がありますこの栄光の王 なるお方は本当に完全なる勝利者であり、万物を術を治める絶対的な主権を持っているということがわかります。万物を作り、また万物を救い、また術を治めておられる神様を礼拝することが神に作られ、また神に救われた私たち人間に求められています。 礼拝とは私たち人間に愛と恵みと哀れみを示してくださった神様に対して異形の念と従順さを持って仕えることということができますその意味で日曜日のある特定の時間だけ教会に行って礼拝に出席することだけが礼拝とは言えません私たちの日々の生活そのものが神様に対する礼拝だということができます ローマ人への手紙12章の2節で、パウロは、この神様の愛と恵みとあれみを受けたクリスチャンに対して、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと言っています。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げる。それはつまり神様を中心として、 神様の喜ばれれるる人生を歩むここと、とそれこそが礼拝であるとパウロは言っております。私たちの神様は天地万物を無から作り出し絶対的な主権を持って治めておられるお方です私たち非造物がお仕えしてしるべきお方にもかかわらずそのお方は人々に仕えられるためではなく 人々に仕えるために人の姿をとってこの世に来られました。そしてあなたの友となるためあなたの罪をその身に背負いあなたの身代わりとして十字架であなたの受けるべき罰をその身に受けてくださいました。あなたが他の人より優れているからではありません。あなたが神様の役に立つからでも ありませんただあなたの存在そのものが何者にも変えることがないほどに尊いものだからです。あなたをそれほどまでに愛してくださっているお方が今も生きていついかなる時もあなたと共にいてくださっています。今日もまたこのイエス様と共に神様を恐れ敬いつつ 神様の喜ばれる人生を歩んでまいりましょう。お祈りいたします。恵みい天の地なる神様、あなたの恵みに、また愛に、心より感謝いたします。あなたはこの天地万物をすべてお作りになり、また今も生きてすべてを治めておられるお方です。私たちがお仕えして当然の方が、仕えられるためではなくて、使えるために、 人の姿をとり、またその身を捨てて、私たちを救い出してくださったことを心より感謝いたします。またその方が私たちと共に今も生きて、私たちを守り、導いてくださっていることに感謝いたします。どうぞ今一度その恵みに心を止め、あなたを恐れ敬い、あなたの喜ばれる人生を歩むことができますようお助けください。 すべてお世代にしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン